マサルゴと花火大会は、北海道帯広市で毎年8月13日に開催される花火大会である。主催は、十勝毎日新聞社で、大会名は、同社の略名による。会場は、十勝大橋下流側にある特設会場。 2013年賞ごと花火大会2012年賞ごと花火大会例年8月13日の19時30分から20時45分まで行われている。悪天工事の予備日は8月14日と8月17日としている。現在は五部構成となっており、各部とのテーマに基づいた演出で打ち上げられている。打ち上げ数は過去に4万発を打ち上げたこともあるが、 近年は約2万発。2009年の来場者数は約18万人。北海道最大の花火大会となっている。しかし、2002年に20号玉の破片による死亡事故があり、それ以降8号玉以上は打ち上げられていない。なお、それに伴い2003年は開催を自粛している。近年はコンピュータによる、 タイミング制御で、音楽、炎、レーザー高等と同期した演出打ち上げ仕掛けも行っており、よりエンターテインメント化が進められている。フィナーレには、打ち上がる球がすべて、錦式間の連発となるのが恒例となっており、これは勝ちごと花火大会の代名詞となっている。2011年小ごと花火大会初代十勝毎日、新聞社社長、林豊州が、 北海道で最初の花火大会を帯広でと商工業者に協賛を呼びかけ主催行事として実現した。第1回は1929年8月15日に帯広町の藤森養理場を会場に開催された。その後、第二次世界大戦などがあり十数年途切れたが、1956年に1927年から、 開催されていた帯広平和祭りの目玉として、市民から強い要望があり、道祭りの共産行事として復活した。1995年より、同社グループの一つである、帯広シティケーブルが生中継を行っている。また、第57回大会から第62回大会まで、DVD およびブルーレイディスク化され販売していた。2010年以降、 それまでのケーブルテレビ及びインターネットでのストリーミング配信、同じく同社グループ FM 帯広による実況放送に加え、公式ツイッター解説、USTREAM 制配信を実施している。第63回大会からはニコニコ生放送にも配信。共産各社のために設置されていた招待席は以前からあったが、有料席は第54回から、 新たに設置された。最初は一人1500円から2000円程度であったが、第59回からは一人当たり4000円に統一された。大会規模が大きくなるにつれ違い、道外からの観覧客も増加し、対策すべき問題も増えている。まず、会場周辺での無断駐車が多く、これは当日、近隣街路への侵入規制に加え警察が非常に、 厳しい取り締まりを行っている。また、会場内で出たゴミは持ち帰りとしているのだが、飲食各、場所取り用のシートや固定に使用した、テープ、石等の大量のシ物が問題となっており、これについては、市及び主催の都価毎日新聞社とグループメディアを通して徹底を呼びかけ、また翌朝にはボランティアを募っての清掃活動を行っている。 地元の団体やグループ、家族や個人含め数百人が参加している。同時に、過剰な場所取りも近年問題化。主催側と帯広市により、市の公共物である公園の景観を損ね、上芝を損壊する、通行を妨げる、清掃の妨げになる、かつ無人での観覧場所確保は、不法占用に当たることから、シート等の撤去の可能性と、 不慮の紛失等に責任は持てない胸が掲示され、マナーの徹底が図られた。さらに2012年より完全に事前赤取り禁止となり、テントロープテープの使用の禁止、それらに加え利用者不在のシートは撤去処分とする旨告知、注意を呼びかけている。近隣の公園や空地にキャンプを行う人数が増えるとともに、公園樹木に傷をつける。 ゴミの放置なども増え、対応として、キャンパーの制限も検討している。読売オンライン2002年8月14日から2尺玉における、北海道が定める安全距離基準、打ち上げ地点半径250メートルより、約90メートル外側で観覧。20号玉、8号玉公式サイト、臨時車両交通規制、通行止め2011年。 トカチ毎日新聞例年当日長官トカチ毎日新聞オクトブ f m ジャガ、October, FM, u, 公式サイトおよび公式ツイッター http://twitter.com/.k-a-c-h-i-m-a-i-h-a-n-a-b-i <ố> 公式 Facebookhttp コロンスラッシュスラッシュ www.facebook.com スラッシュ kachi maihana bi 清装ボランティア募集と活動報告公式サイト http コロンスラッシュスラッシュ www.tokachi.co.jp スラッシュ花火スラッシュ2010年トップ項目また2012年より 撤去可能性を撤去処分とし、実際、長時間不在で専用しているなどの過剰な場所取りは撤去している。ありがとうございます。